ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県横浜市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、ソニー HDR-XR520V。HDD がフォーマットエラーですと表示され、撮影したデータが見られなくなった E3100 というエラーコードが点滅しているという状況です。データ復旧処理を行い、8時間53分の動画データの復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。